国内バドミントン3部に相当するチャレンジリーグが今日開幕します。 AC 長野パルセイロは連覇を狙う男子に加え、今シーズンから女子チームが本格始動。男女揃ってのアベック優勝、そして昇格を狙います。今シーズンからバドミントンの国内リーグ3部に参戦する AC 長野パルセイロバドミントンクラブ女子チーム、現在内定選手を含め8人が所属。大学選手権の上位入賞選手や高校生チャンピオン、また世界ランカーのインドネシア出身選手などを迎えて補強し、チーム力の底上げを図りました。女子はですね、まあ、受け皿的な所属といいますか、ね、チームがなかったものですから、まあ、あのジュニアの育成も今盛んになってましたので、まあ、できればね、あの大学行ってまたうちのチームに帰ってくるような、まあ、そういった憧れの選手だとか選手のいるチームというものを作りたいなっていう構想が、ね、昔からあったので、まあ、いいタイミングかなということで、作りました。明日開幕する3部のチャレンジリーグには10チームが出場。上位2チームが2部の日本リーグに自動昇格します。シングルスに出場するのは大町市出身のキャプテン山川里穂選手、世界選手権優勝の奥原希望選手と中学時代にダブルスを組んだ経験があります。そう、地元でバドミントンができるっていうのがすごい魅力に感じたのと、ずっと長野県でバドミントンやってきて、やっぱり地元に貢献したいっていう気持ちがすごいあったので、長野県でまたパルセイロに入って地元貢献を目指してやることを決めました。ダブルスに出場するのは新加入の金浦咲希選手。ネット際のスマッシュの鋭さなど積極的なプレーが持ち味で、高校時代には全国優勝の経験もあります。若い選手が多いので、その中で第1ダブルスで、まあ、私が落としてはいけないというプレッシャーはすごいあるんですけど、こう普段のプレーができるように持っていけたらいいなと思ってます。今年から女子チームが国内3部に初参戦、狙うは男女揃ってのアベック優勝です。女子チームに先立ち男子トップチームは去年国内3部に初参戦、勢いそのままに県勢初の優勝を飾りました。しかし2部チームとの入れ替え戦に敗れ、昇格は持ち越しとなりました。今年こそ優勝、そして昇格へ期待が高まります。この日は男女とも大会に備え試合形式の練習を中心に行いました。女子チームもトップチームの男子相手にスパーリングをすることでレベルを上げています。また地元のサポートも広がってきています。選手たちは日中チームを応援する企業で働きながら週5日練習しています。金浦選手は普段長野市内の食品会社で働いています。私は研究室で白衣を着てこう食品の検査してます。こうやってビーカーに入れてこう水分を測ったりしてます。バドミントンだけっていうのも私あまり向いてないので、こう両方やるのがベストかなって思ってます。人間的に成長していけたらいいなって思います。今日から東京で開催されるバドミントンチャレンジリーグ、連覇を目指すトップチーム、そして初参戦で優勝を狙う女子チーム、狙うは男女揃ってのアベック優勝です。パルセイロがこうやって日本リーグとかに昇格できれば、もっと長野県でバドミントンも発足すると思うし、もっといろんな地域でバドミントンが盛り上がると思うので、自動昇格目指して全員で男女ともに昇格できるように頑張りたいと思います。